ビアです。フミです。ワッテミです。今回京都産業大学やってきました。はい、ここでの企画キャンパス調査やっていただきます。おー、はい、京都のだいぶ、はい、山の上です。大学も山の上ね。山の上、はい、関西の有名私立、はい、三金交流のうちの一つですね。はい、はい、一番下です。やめろお前おい。どんな大学なのか早速調査していきたいと思ってます。はい、楽しみです。皆さんチャンネル登録、高評価、 SNS の方も絶対お願いします。キャンパス調査スタート。若手 TV。 結構遠かったよマジで。いや遠かった。京都の中心地から車で40分以上、うん、キャンパスは綺麗よ。綺麗ね。うん、しかもここ一帯全部京産みたいな。そうね。いやあのね、京産ってバイクの数えぐい。すごい。これ山の上やから、うん、やっぱ通学手段がバイクなんや。ねバイクだねこれ。いや自転車無理だよねこれね。いやきついきつい。上がれないっす本当に。どんな大学なのか。まあ学生にインタビューしていきましょう。はい。京産の女の子を見つけました。はい、学部はどちら？経営学部です。なんで京産に入ったんですか？第一志望じゃなかったんですけど。あら全員そうやろね。やめろお前。じゃあ最近交流の序列並べてもらいましょうか。はい、下からね。下から留学。すげえ。そうやん。京南。え？留学近代。嘘やん。この女の子見たら気をつけろ。やめろ。いいとこ聞きましょう。京さんのいいとこ。学食の幅が多すぎる。なんかおすすめメニューとかあります？好きや。好きやがある。好きやの山奥に。京さんやっぱ山の上やからおすすめできへんみたいな意見多いんですけど、受験生におすすめしたい。したい。お、どんなところが？見てもらったらわかると思うんですけど、うん、めちゃめちゃ広いんで移動時間はめっちゃかかっちゃうんですけど、はいはいはい、その分いい運動にもなるし、る、ね、広くて綺麗で。京さん来てよかったな。お姉さんが一番宝です。サドラとかに出そうな女の子。サドラ出てそう。はい、はい、男の子見つけました。学部はどちら？法学部、法律学科です。京さんの法学部、はいはい、京さんのいいところとかあったら、うん、校舎が綺麗なぐらいです、ね、特になんか充実してる建物とかあったら、フードコート、フードコート、あ、食堂みたいになってんねや。スガキ屋ってか、スガキ屋、スプーンフォークを開発したでおなじみの あれってスガキ屋かやつ。スガキ屋大発明や。学生人気なの？他は一馬力っていうラーメン屋があるんですけど、一馬力、1時間ぐらいは並びます。1時間待ち、はい、え、京さん時間の使い方間違ってる。やめろお前。食堂なかったらほんまに京都産業大学じゃなくて京都三流大学です。やばいな。おもろい。ちょっとラブトを上げといて。なんでお兄さんじゃあ京さん来た？僕立命館経営受けたんですけど、はい、落ちて、あら、なんかしゃなしここっていう。なるほど。え、他にもさ、だって龍谷とかさ、うん、あるじゃん。いやもう龍谷大落ちて、よいしょ、近大落ちて、よいしょ、最終京都三流大学。よいしょよいしょよいしょ、落ちまくり。やばしいよお前。京さんの強いとかなんか一個ぐらい教えてもらえないですか？就職は強いって言われてますね。あ、就職、ね、サポートが手厚いとか。そうですね、入試説明会とか行っても強いって言われてますし、はい、就職活動センターみたいなのがあるんですけど、就職センター、そこもちゃんと充実してる感じですね。行って情報とかもらったはないですね、僕一回なんで。多分4年後苦労します。やめろお前。はい、男女2人見つけました。はい、学部はどちらですか？法学部です。あ、京さんの方。一緒です。一緒で、はいはい。京さんってどんな学部まずあるんですか？理工学部とか生物。あ、理系あるんだ。三金交流やと理系の受験生人気なのは京さん。あ、京さんね。はい、他にもいろんな普通の学部も全部あるって、うん、はい。京都文化とか。京都文化何ですか？京都の歴史とか風習とか、うん、そういったところについて、はいはいはい、学術的に勉強していこうっていう、あ、そういうのも学べる学部があるんだ。そうですね、はい、京大生と出会ったらお辞儀しないといけない。京さんの、うん、じゃあサークルの事情とか聞きましょうか。自分インカレサークル入ってます。京大のスノーボードする。あ、スノーボードあるあるある、俺ら京さんってことで馴染めなくて排除された。そうです、あの女の子からも相手にされず、男の子とも話が噛み合わずにもういけない。京さんの男子邪魔者。お前お前、いやめっちゃいいやつなのにね。本当に京さんって就活が強いみたいな噂聞いたんですよ、うん、就活はうまくいきました？何社からか内定もいただいて。あら、あ、すごい、複数持ちで上場企業だったりとか、大きい企業からいただいてるんで、すごいよ。サポートの方も学校の方がしっかりしてくれるんで、京さんパワーで内定ゲット。はい、就活うまくいってる。製薬メーカー、製薬メーカー、製薬メーカーすごいじゃん。就職支援センターとかで、はい、面接の練習をしてくれるんですけど。あら、めっちゃいいね。なるほど。はい、模擬面接だったりとか、うんうん、面接以外にもエントリーシートの添削だったり、相談といったところも親身になって突っぱねる形もなく聞いてくれるので、本当に、めっちゃいいよ。じゃあそういうのフル活用したんだ。そうですね、はい。じゃあキャリアセンターの人が作った ES で内定勝ち取ったんだ。やからしいや、違うだろお前。添削だから、添削はこっちが作ってる。あ、そうだよ。思ってもない志望動機書いてない。やかましいよ。本当にあのおっしゃる通り。
人。お前も認めるな、ちょっと。違うから。キャリアセンターに通う前と、通った後では、ES の通過率が全然違う。自分で作ったんですけど、サポートも受けてた。すごい。普通のね、あの、大学生ってやっぱ就活塾とか行かなきゃいけないんだけど、都市部とか行ったりするんだけど、それがもうキャリセンにあると。おー、すごい。検索まではなかなかない。ないよね。すごいね。模擬面接もしてくれた。あ、もう本当に。すごい。職員の人も結構、企業の人事ばりに結構本気の質問された、なんか。そうですね、結構してきますね。どんな質問されたの？初歩的な質問なんですけど、5年後、10年後のキャリアプランとか。人事っぽいな。元人事の方とか多いんで。元人事、あ、企業を辞めて、経験してみたいな。で、大学の就活支援で、5年後、10年後のキャリアプランは言われて。言われて、わからんくなって。父さんやったら未来描けへんもんな。やめろ、お前。そういうところも、こういう回答すればいいよっていう。あ、なるほど。京さんの入れ知恵。やめろ。これはマジで、手厚いよ。手厚い。いや、これすごいよ、ほんと。いや、普通、就活とかほんまに、学生好きにやりやん。いや、そうなんだよね。大体の大学。そうそうそう。個別で添削と、面接対策は相当お願いしないときついと思う。無理やん。学生多すぎてね。ね。できないから。結構みんなそこ行ってんねや。お姉さんも使った。私も使います。毎週のように入れて。毎週、1週間先ぐらいのやつなんで、たまに取れなかったりするので。あ、なるほど。埋まってんねや。それが人気なんや。だよね。今日さ、入ったら一応就職できますみたいな。そういうことか。めっちゃいいじゃん、それは。あ、それはでも、ない魅力やで。ね、いいね。はい、男の子見つけました。はい。学部どちらですか？はい。今日さんのエピソードとかあったら魅力とか。エピソード、マネジメント学科っていうものになるんですけど。はいはいはい。経営についての集会とかなんかいっぱい開かれてて、簿記1、簿記2みたいな講義があるんですけど、それとは別で、資格対策。そうそう、資格対策。あ、勉強してる人は多いってこと？資格に向けて。今日さんって学歴やったら不安やもんな。いや、しょうがない。例えばそれこそ、公認会計士とか、行政書士だなんだとか、税理士だとか、そんなんもいろいろある。そうです。大原やん。資格のね、専門学校でさ、資格対策充実してるのはすごいね。どんな資格を取ろうとして？とりあえず簿記取ってから公認会計士も取りたいなと。公認会計士もゆくゆくは見据えてる。取りたいなと思って。経営学部の建物にのれんがかかってた。え、なんで？公認会計士取得みたいな。あ、のれんレベルなんや。それぐらい珍しい。あとはやっぱ、総合キャンパスで一つしかないんで、経営学部でも理系学部の講義を受けに行けたり。おろ！できるやろうけど、そんな意識高い学生おらんや。やまそう。やかましいお前。勘でもないような意識。はい、いろんな学部の皆さん集まりました。外国語学部の人が？ここ二人。ここ二人。はい、ちょっと新しいんで聞きましょうか。共産の中で外国語って一番難しい？まあまあ、トップみたいな。共産のトップかもしれんけど、三期交流の下の方や。やかましい、おい。授業料がめちゃくちゃ外国語は多い。忙しい。めちゃくちゃ1回生2回生忙しかったです。あ、そうなんだ。勉強するんだ。もう週5学校で出席とかがもう命なんで。出席命。これきついな。雨の日とかさ、山の上やからさ、ちょっと行きたくないなとかさ、しんどいよね、学校行くまでのハードルが。だからもう1回生と比べたらふくらはぎとかパンパンっすよね。陸上部の話。京都の街中とかでもふくらはぎ見たら、あいつ京さんやって分かる。京さんの服着てんの？京都産業にまして。めっちゃ恥ずかしい。恥ずかしい。やめろ、お前。命背負ってるんですか？部活入ってるんで。あ、部活入ってるね。ダイビングの。あ、ダイビングなの？海ないやん。海行ってるんすよ。海行ってるね。まさにあと、ビーヤマもダイビングの資格を。最近ダイビング始めたんで、僕のインスタでダイビングどんどん上げるんで。お願いします。一緒にダイビングをしよう。ライセンスしとくから、ビーヤマ全部サポート。悠々自適やの。京さんにしかないキャンパスの施設とかない。お、喫煙所っすね。聞いてる。噂で言うと日本で一番多い。じゃなくて、あるでしょ、なんか多分。変態望遠鏡？理学部とかはよく使ってると思うんですけど。ああ、そうなんや。一般公開されてて、覗ける日みたいなのがあるらしいんですよ。宇宙系の勉強とかは、実は意外と進んでるよみたいなとこはあるかもしれない。それ目当てで行ってる子もいるんかな。おー、なるほど。受験生、これは分かってきてよっていう。どんだけ大雨降ってても、どんだけ洪水警報で出ても、基本学校に来なあかんっていうのがあるんで、京阪とか、いろいろ来る手段あるんですけど、はいはいはい。3つぐらい止まんな。休校してくれないです。なるほど、休校の基準が厳しいんだ。めちゃくちゃ厳しい。大雨降ろうが、台風来ようが、やるぞと。体が強靭になっていく。就活組としてはいいかも。ビシバシで。警報でも休むだよ、会社も。社畜養成所です。やめろ、お前。はい、京さんの方。学部はどちら？経済です。京さん、経済ね。京さんならでは特徴とかってあったりしますか？公務員講座みたいなのがあって、手厚いんで結構、公務員目指してる子結構多いかなって。あ、公務員への就職も強い。はい。授業終わりの放課後とかに、公務員講座行って、対策してみたいな。これまた充実してるね。君は？やめちゃいました。あ、公務員講座、ギブアップ。もう無理やった。処理できない。やめろ。京都産業大学専門学校を中退。
はい、男の子見つけました。はい。学部はどちら？法学部です。京さんキャンパス調査やってます。うん、テストもこれまでね、近づいてきますけど、やっぱ京さんもチームプレイで頑張るんですか？チームプレイで頑張っていくしかないんで。みんなと答え合わせながら。答え合わせながら。ね、はい、多分お兄さんは第一志望じゃないですね、きっとこの感じは。どこですか、第一志望は。第一志望です。していこうか。一応、候補で。あ、公募推薦ね。公募推薦ね。はぁ。公募推薦入試っていうのが、うん、特に参勤交流とかメインで、はいはいはい、11月の時期にあるんすよ。はい。で、京さんは、現役のみやったっけ？そうですね、現役だけです。そう、龍谷とか近代は浪人でも公募推薦入れるんやけど、はいはい、京さんは現役のみで、評定ありの方式と評定なしの方式あるよね。そうですね。僕は評定ありで。ありで。うん。ごますり入試です。やかましいよ。評定どこやったの？いや、全然高くなくて、はい、3.0 で、そんな有利ってほどじゃなかったんですけど。おう、おまつり加点。プラス2点で。分かって偏差値みたいな言い方。合格最低点より1点低かったんですけど、え、部活動をやってたら2年間以上やったらプラス2点になるんですけど、あ、そのプラス2点で。プラス2点で209点やったんですけど、210点に上がって合格します。いや、疑惑の合格。やめろ、お前は。はい、京さんの理系の方見つけました。学部の学部は何学部ですか？生命科学部。生命科学部。京さんって参勤交流の中やと、理系まあまあ存在感あるイメージなんですけど、理系の子らはどういうとこ受けてんねやろ、どこ受けたか。私はどこも受けてないです。え、京さん理系一本推薦？ AO です。 AO、 だいぶサボったね。やばい、やかましいわお前。俺マジで言いたいのは、理系で AO とか一番わからんから。なんでなんで。だって理系って要は数式とか科学とか知識がないと研究なんてできひんわけや。知識を測る上での学力試験って絶対必須やと思うわけ。そうなのね。通過してないです。いや、やめろお前。お兄さん一応国公立受けましたけど、鳥居大と徳島受けました。かなり優しいけど。やかましいわお前。そういう人多いっすか、国公立ダメでみたいな。なんか多いらしいよね。意外となんかいたりしますよ、うん、例えば関西の理系やと大阪工業大とか、はいはいはい、近大も一応理系あるやんか。ありますね、はい、なんで京さんにしたんすか。親と話してて候補で一旦抑えといたら楽じゃないかっていう。でも11月の時点で抑えとこと、まあ、あとは、鳥取大と徳島大に専念したわけや。そうそう、専念に専念してダメだったんだ。やかましいわお前。そこまで言うなよお前。一応言っとくと、公募推薦取っとくとそうやって大志望に専念できるんで、そうそうそう、おすすめよという見方もあります。賢いね、受験戦略あって。戦略は良かったんやけどね、やかましいわ。というわけで、京都産業大キャンパス調査やってきました。はい、はい、意外とやっぱ学生がどうしようもないからか、もうフォローはね、手取り足取りでサポートが充実してると。言い方悪いだろお前。学生も個性的でおもろかった。あ、おもろかったか。いい子多かったね。確かにね。はい、まあ、受験の話とかいろんな話出てきたんで、はい、まあ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 キャンパスもパワーアップするということで、はい、はい、京都産業大興味ある方は申し込んでみてもいいんじゃないでしょうか。はい、めちゃめちゃいい大学でした。皆さんチャンネル登録高評価、ツイッターとインスタも絶対にします。じゃあ今日この辺で。バイ。